お腹空いてたんです。それにクミさんにその気がなかったりしたら、そういえばジムから帰るときに青木さんが、あー浮かれてる場合じゃない。マクロウチさん、公園行って遊ばせましょうよ。もともとは高村さんらの悪意からこうなったけど、いいきっかけだったのかもしれない。クミさん、大事な話があるんです。何ですか？あの、はい、そのうわやっぱり言えない。私、言ってください。幕の内さんから今なら言える。試合がありましてですね、その応援にぜひ来てほしいな。病院でも話題になってますから。ナースのみんなは真田さんの応援に行くって言ってました。みんなにも応援に誘われてるし。仕方ないですよね。私が相手の応援席にいてもいいんですか？僕の応援しろっていう権利もないですし。どうしてそんな言い方するんですか？クミさんが応援したい方の応援をすればいいということで。こんなはずじゃ。そうっすね。風邪ひくなよ。今夜は今年一番の冷え込みだな。飯って言ってんだろう。たまには自分で支度してよ。さすがに悪いことしちまったかな。せめてベルトだけは守れるように応援してやろうじゃないか。試合が近いのに3人の悪魔に心乱されてしまった。コテコテのファイターが飛び込みにくいパンチだぜ。患者の体に触れて症状を見ることじゃ。あなたにとってパンチを当てるということは近いものなんじゃよ。倒れてしまっては2羽目のツバメは見せられなんだな。さすがは鴨川会長。チャンピオン、発防衛戦へのコメントをお願いします。貴様も発防衛戦では体が動かなかったじゃろう。おそらくツバメ返しとはフックかアッパーじゃ。ジュニアフェザー時代より胸筋が熱くなってました。何よりその距離は貴様の土俵。緊張はしてますけどいつも通りです。皆さんどうしたんですか？お、帰ってきた。明日はこれ持っていくからね。絶対防衛してくれよチャンピオン。やっぱチャンピオンの色は赤だよ。赤。明日も絶対KO を頼むぜ。では明日。ズルミ、真田は明日試合なんだ。会長、少しぐらいなら。本当の試合じゃ強いのにね。先生、どんな病気も治してくれる先生。病気への不安とか。僕はね、病気だけじゃなく不安も治してあげたいんだ。そして人に勇気を与えるには自分も人間として強くならなきゃ。今まで戦った人には悪いけど、自分が強いかどうか試されたことはないと思う。圧倒的な強さを誇る仙道を倒した男、彼に勝てば自分の強さを確信できる。そのための挑戦だ。チャンピオンの赤か。赤コーナーから入場するのは初めてだな。仙道さんから苦労して取ったベルト、あっさり負けたりしたら仙道さんもがっかりするだろうし。ダメだ、余計なことを考えるな。行くぞ。メインイベントまでには駆けつけるからよ。必ず KO で勝つつもりだ。水差すようで悪いんだけど、どうやらいつもと勝手が違うみたいよ。あのチャンピオンベルトを掲げて幕の内一歩が入場。赤いシューズにトランク、腰に輝く12個の KO マーク。初防衛戦というチャンピオンとしてのデビュー戦のプレッシャーに、この場になってプレッシャーを一気に感じよったか。一発目避ける。さすれば体がほぐれる、リズムに乗れる。ああ、戦いの火蓋が切って落とされました。距離を取り睨み合う両者。小僧め、明らかに体の動きが鈍いわ。一発目をもらっちゃいけない。避けるんだ。左、避けられる。蹴り足がべったりとマットについていた。硬くなっているのが見え見えだったよ。反発入れずに真田が襲いかかる。やあ、ため息。新しい思ってたぞ。真田、決めてやれぞ。避けてリズムを取るなんて小僧の勝利合わんかった。これじゃどっちがチャンピオンかわからない。左をかわして打ち合いに持ち込んだ。左一戦。まっすぐか、曲がるのか。ダメだ、全然読めない。またしても挑戦者が出る。なんとかかわったチャンピオン。ダン吉の全盛期をしのぐキレの良さじゃ。ピーカムーか、確かに厄介なカードだ。いやー、たまらった。これは効いたか。おっと、ここで第一ラウンド終了の流れを変えんとズルズルいっちまうだに。見事にボロボロになって帰ってきよった。飛燕に惑わされずに前に出ろ。自分から打って出る以外に流れを変える術を。顔の腫れとは裏腹に
肝心の急所はしっかり。飛燕すら捨て駒、すべては二雨の流れを変えるんだ。このままズルズルいっちゃダメだ。当選者の声がついた。力ずくでペースを取りに来たか。デンジロール、よっしゃー止めた。振り子の回転を止める。この視点にちょっとした力を加えてやればいい。挑戦者、体を入れ替えた。冷静に体勢を整える。一度や二度止められても諦めないぞ。いつだってそうしてきたんだ。いやんじゃ止めた。体で止める。中間距離なら冷え。デンプシーロールは完全に封じ込められた。申し訳ないが何度でも止めさせてもらう。何やってんだ一方。いや、これね、しびれ切らした真田は必ず大きいパンチをぶち込んでくる。か、なんて硬いんだ。あれじゃ一度離れるかしらいと有効だが、リズムが変わった。右アッパー、よし、押さえた。もう次のモーションに。大丈夫、このままのガードで抑えられる。リングの中にツバメや2羽おるよ。なぜじゃ。これぞツバメ返し。あのパンチにどんなからくりがあるんじゃ。簡単に倒れるもんか。脳が揺れて、それでも効いたのか。何より驚かされたのは回復力だ。守りに回るといいことない。強引すぎるわい。リズムがなんという強打だ。こんなパンチをいつまでも受けてるわけにはいかない。少し攻守の交代だが、やはりエースはチャレンジャーか。右アッパー、またツバメ返しか。今度こそ抑える。ニュートラルコーナーへ。いくら回復が早くとも10秒以内に立ち上がることは不可能に近い。立ってわしのところへ戻ってこい。あった、チャンピオン記録で立ち上がりました。決着は次のラウンド以降に持ち越されました。あの指定の絆は生半可なものではないようじゃな。8オンスのグローブは横約17センチ。銀ちゃん、どうする谷か。時間が足らん。あいこみアームとはの策を授ける。かなり危険なことじゃ。次のラウンドで勝負かけてこい。初防衛戦を飾るんじゃ。4ラウンド2分経過。得意のこの距離でチャンピオンの動きが2倍。そこに潜り込まれた、なんという勇気。医学に携わる真田にしかできん技よ、見ろ。しかし意識ははっきりし、それを噛みしめなければならない。ボディーブローは地獄の苦しみと言われるのさ。安心したまえ、地獄ももう終わりだ。手だけじゃねえ、体ごと動かなくされちまったんで。マクドジージの一発。しかし真田よけろ。小僧の猛打を買いかる勇気。内臓の筋肉が硬直していくのが分かる。逃げストレート。もうダメだ。この手をキャンパスにつけば楽になる。ロープに引っ
っかかった。ロープがなかったら楽になれたのに、こんな相手にベルトを守るなんて大甘だった。うぬぼれるな。強いって何か。目の光が戻った。挑戦だ。その精神力、心の底から尊敬しよう。丁寧にボディを叩きました。彼でなかったらとっくに終わっています。